今日は大玉仮設住宅の夏祭りということで、皆さんこのようにお集まりをいただき、こうして夏祭りが迎えられ、そして今日は福島自衛隊の音楽隊の皆さんに、山梨県の自然薯太鼓の皆さんに花を添えていただけることを本当に心より感謝を申し上げるところでございます。式は伊藤陸曹、長山健二です。よろしくお願いします。本日は、隊長佐藤博史陸曹長、また指揮は長山健二一等陸曹のもと17名で演奏いたしました。これで福島駐屯地音楽隊の演奏を終わります。どうもありがとうございました。こういった普段長期にストレスがたまる皆さんに、少しでも勇気や、あるいはそういった感動を与えることができる音楽支援をさせていただきまして、非常に良かったなと思います。特に今回、富岡町出身の芝野市長という富岡出身の隊員がいましたので、非常にこの皆さんと一体となった音楽演奏ができて、非常に私どもといたしましても非常に良かったなと思っています。我々こういった音楽支援の活動は年間多い時で50回ぐらいやっております。地域の皆様に少しでも我々の活動の負担をこういった場を通じてご理解いただければ本当にいいなと思います。